皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今日は僕が作ったコースをタケノコに挑戦してもらう企画です。皆さんこんにちは、シューポンタケノコです。キノコの作ったコースを軽くクリアしてやろうと思うので応援よろしくお願いします。軽くって言うけど僕のコースは難しいよ。タケノコは下手くそじゃないか。何よ、言ったわね。ふん、僕の作ったコースは地面に足をつけずにゴールを目指すんだ。つまりジャンプしちゃダメなんだ。最初気をつけて。なんかいきなり落ちてきたわ。最初気をつけてと言ったじゃないか。それじゃわからないわよ。ちょっと、始まってすぐ落ちてくるから避けて。何よこれ、ひどいじゃない。頑張って。避けたわ。次はここを登るのね。鍵穴みたいなのがあるけど入れないわね。あそこに鍵があるわ。あの鍵がいるのね。そうだよ、鍵を持ってドアまで行くんだよ。で、次はこのベルトコンベアの流れに逆らうのかしら。ふう、やっと戻ってきたわ。あれ、ジャンプしちゃダメだったわよね。そうだよ、このままじゃいけないんだ。じゃ、戻るのかしら。やっぱり行くわ。でもいけないわね。何やっているんだよ。どこか破壊して進むのかしら。ここは破壊できないよ。せっかく鍵を取ったのにどうしたらいいの。もうジャンプするわ。ジャンプしたからもうダメなんだよ。何これ、ひどいわ。もう最初から頑張るしかないんだ。コツは分かってきたからもう一回頑張るわ。そうだよ、頑張って。もうバブルはバッチリよ。あ、ちょっと待って。何よ。ヒントを言うとそっちに行ったらダメなんだよ。え、積んだな。ヒントを言うなら行く前に行ってよ。ごめん、僕が悪いのか。最初に右エリアに行っちゃダメなんだ。え、ああ、じゃ、どうしろというの。左エリアに必要なものがあるんだ。まずそれを見つけて持って行って。一体何かしら。左だったわね。ここ落ちそうよ。ダッシュするんだよ。ダッシュ、Y長押し、いけたわ。で、この後どうするの。なんとなくわからないかい。わかるわけないじゃない。傾いてくるわー、キャあ、なんか投げられたわ。これを持っていくのかしら。そうだよ、よく気づいたね。ふふ、これでクリアしたも同然ね。それはどうかな。で、どうするの。なんで投げたんだよ。投げ方を覚えたからなんとなく。要するに何も考えてないのか。うるさいわね。作戦はあるわよ。これをこうやって。ふんふん、それでこれでいいわ。積んだな。何か言った。いや、何も。なんか進めないわ。だろうな。これ、ここじゃないのかしら。どうしよう、キノコを軽くクリアするって言ってなかった。それは昔のことよ。どうしたらいいの。惜しいんだけどな。ジャンプしてないわよ。地面から足が離れたからダメなんだよ。ああ、もうダメだわ。じゃ、タケノコは降参でいい。僕がクリアするよ。まず坂を上がって、左にダッシュだよ。そしてジャンプ台を取るんだ。そのまま右エリアに行って、シーソーの右端に置くんだ。鍵を取ったらジャンプ台を持って、うまくバランスを取りながらドアに行くんだ。私結構惜しかったじゃない。うん、まあね。ジャンプ台を持ったままつららを壊しながら進むんだ。ブラックパックンに触らないように折り返してドアに行く。このコース結構長いじゃない。いける気がしないわ。再びジャンプ台を投げて、爆弾を音符ブロックに投げる。すると鍵が出るんだ。そして鍵の扉を開ける。Pスイッチを音符ブロックに投げて、ブラックパックンに当たると Pスイッチが押されるんだ。そしたらドアに入って、ジャンプ台を投げる。シーソーをうまく傾けて、ジャンプ台を向こうに投げて、そしてここを降りればゴールだよ。どうだい、もう一回やってみる。こんなのクリアできる気がしないわ。今度は私にもできるような簡単なのを作ってよ。
何もしなくてもクリアできるようなのがいいわ。ははは。じゃ、また作ったら挑戦してよね。まあ、やってもいいわ。この企画の次回はタケノコ次第ですが、お楽しみに。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。